これはどうか。9ポイント欲しい。あと1ポイントで1本でした。宇部さんちょっと行きたいね。さん検査をしましょう。どうしたの。どうも首から上がない気がする。どうかどうか。これは8ポイント、わずか日本に届きません。おっと来ました。来たね。来ました。今大会初めてのゼロポイント。これもう下手したらでしたもんね。さあ5分経過、残り5分です。秋山さんにつきました。では参ります。秋山さん検査をしましょう。どうしたの。男なのにくしゃみが。ああそう、まあ1本まではいかないのか。ここで勝負しましたが8ポイント。まあ受けと必ずしも1本はつながらないね。6本目なるか。検査をしましょう。爆弾が設置された。穴のところよ。奥見た、なんかいる。あかんね。ちょっとホラーっぽくなるとダメだ。これは8ポイントです。さあ渡辺さんについた。渡辺さんについた。全滅した。作戦は失敗だ。本部に帰還せよ。来たか。これは来たな。おすましすんな。渡辺さんにもゼロポイント。怖いね。違う一面を見せてきましたね。新キャップ怖いね。秋山さんが。秋山さん。検査をしましょう。どう。他の人よりもうすべてに対して思いが強すぎる。押した。次やわ。どうか。トレーニングパーティングがそのままなんか。7ポイント、7ポイント止まり、残り3分。参りましょう。渡辺さん。検査をしましょう。爆弾が設置された。いろんなとこからスズメが出てくる。さあどうか。いくか。3本目どうか。いやー9ポイント惜しい。あと1ポイントで1本でしたが3本目上がりません。さあ飯尾さん参ります。飯尾さん検査をしましょう。パティネコにしたじゃん。好きな食べ物ベスト3についにセミがランクイン。これフィーバーいいんじゃない。こういう爆弾の次元装置が解除された。作戦は成功だ。本部に帰還せよ。ご苦労だった。あと1ポイントで1本でした。さあバカリズムを押しているバカリズムさん検査をしましょう。どうしたの。かれこれ300年くらい生きている。さあどうか。じわじわ来ているが7ポイントまで。飯尾さん検査をしましょう。どうしたの。気がつけばここ3ヶ月パカパカッとエラ呼吸している。いきました。お久しぶりです。本目。さあ続いて押したのは秋山さんです。参りましょう。秋山さん。どうしましょう。どうしたの。脈が横測ると。テケテケテケ。マジでね。マジでガスワールだ。かなり入ることに決めたな。そうか。意外と厳しかったね。第2問を終えてバカリズムさん5本依然としてトップ。そしてこれを1本差で飯尾さんが追いかけている、はい、さらに2本差3本が秋山さんと日村さん渡辺さん2本という展開になりました。さあいよいよ次の問題で B ブロックの代表者が決まります。ね、B ブロック第3問ひらがな4文字でこれはもうでは考えてください。 B ブロック第3問ひらがな4文字で叫んでください。ではお考えください。
もうでも今みたいなこのスタジオの空気にはもってこいのような気もしますけどね。何でもありのように見えるジュニアさん、やはり逆に難しいですよね。そうですね、これはでもみんなでやったら楽しいでしょうね。楽しいと思いますよ。さあボタンをまず押したのは敵を全滅させた。作戦は成功だ。本部に帰還せよ。ご苦労だった。今は木木って言ったんだよね。6ポイント、6ポイントです。そして続いては日村さんが押した。ではまいります。日村さん、ひらがな4文字で友達そうですよね。そういうことでいいんじゃないですかね。飯尾さん、ひらがな4文字で叫んでください。くどこぶもっと叫んだ方がよかったね。もっと叫んだ方がいいのに。ポイント1本まであと2ポイントでした。では参りましょう。秋山さん、ひらがな4文字で叫んでください。あかんくんいいじゃない。あ、そう一本なるか。面白いですけどね。あとわずかでした。バカリズムさん、ひらがな4文字で叫んでください。朝倉さあどうか。おかえりどう。これは8ポイント、これは8ポイント、1本なりません。おっと、早押しに強いバカリズム。バカついた。ではまいります。バカリズムさん、ひらがな4文字で竹コップもうちょっとやないか。どうか、これはどうか。しかしこれは7ポイント、7ポイント。秋山さん、ひらがな4文字で叫んでください。敵を全滅させた。作戦は成功だ。本部に帰還せよ。ご苦労だった。ちょっと秋山が来てますけどね。文字で叫んでください。できたか。花火ポーレ。来ました。なんだバカリズムと日村。さあ日村勇気5本目。ここでトップバカリズムさんと日村さん並びました。 Well done。 バカリズムさん、ひらがな4文字で叫んでください。さあどうか、どうか。8ポイント。やっぱりバカリズムは壊したいんですよね。何かこう壊してっていう思いは強いんです。残念ながら1本はなりません。渡辺さんについた。3本目取れるか。参りましょう。渡辺さん。ひらがな4文字で叫んでください。トゥーリオこれいいじゃないですか。これはどうか。一本いいですよね。渡辺さんに3本目が入りました。さあ5分経過、残り5分。渡辺さん、ひらがな4文字で叫んでください。爆弾が設置された。6ポイント、6ポイントです。参りましょう。秋山さん、ひらがな4文字で叫んでください。しまうた。It's an enemy grenade。 Grenade spread ahead。 うわっ。本部に帰還せよ。ご苦労だった。難なく超えてきましたね。再び引き離しました。単独トップ、絶対に逃がさない日村さんについた。追いつけるか。ひらがな4文字で叫んでください。
お豆も何でもええんかっていう話やねんけど、何でもええわけではないからな。再びトップと並ぶ。参ります、渡辺さん。ひらがな4文字で叫んでください。おばはんか。4ポイント、これは4ポイント。さあ残り3分だ。さあ現在6本ずつ、木村さん、そしてバカリズムさんトップタイ、渡辺さんにつきました。ひらがな4文字で叫んでください。よその子。これは好きやな。それはいいよね。そういうことなんですよ。再びトップに並べるか、秋山さんに来ました。三つどもえ。残り1分、なんと3人が並んでいます。果たして最後に抜けるのは誰か。爆弾が設置された。先についてまいります。バカリズムさん、ひらがな4文字で叫んでください。セイエース。あ、いいじゃないですか、いいじゃないですかね。ここへ来てのセイエース。あ、そう。敵を全滅させた。作戦は成功だ。本部に帰還せよ。ご苦労だった。お下品。さあどうか、どうか。顔作れてるけどね、顔作れてるけどね。そしてそこまで。うわー、そこまでです。さあ B ブロック第3問が終了しました。飯尾さん、はいはい、4本いやー難しかったです。はい、そして渡辺さん、はい、5本取り